今テックを買うならこのブランド。どうも高尾とします。はい、今日はですね、かなりコスパも良く、アイテムの質もいい、シルエットとか形も良くて、素材感もいいみたいな、かなりいいブランドを見つけたので、そちらをね、紹介していこうと思います。新進系のブランドになっていて、先ほど買ってきました。よいしょ、こちらですね。ユナイテッドアローズさんで買ってまいりました。今年初のユナイテッドアローズさん買いですね。多分ね、取り扱いがそこまでめちゃめちゃ今多いブランドさんではないので、まあ、ユナイテッドアローズさんで、メインをやってるのかな。あ、ウィズムさんもやってたかな。先にね、ブランド名だけ発表していこうと思います。マーモットキャピタルさんでございます。見たことあるよと思う方ももしかしたらいるかもしれませんし、まあ、感度高い方とかはもう全然知ってるよって方もいらっしゃるかもしれません。マーモットっていうのは皆さん聞いたことあると思います。マーモットっていうのはアメリカのアウトドアブランドで、まあ、わかりやすく言うとパタゴニアとかノースペースとかと肩を並べるようなアメリカを代表するアウトドアブランドでございます。キャンプ用品だったりもしたりとか、まあ、アウトドアのウェアも売ってたりとか、まあ、そういうアイテムが多くて、で、今回のこのマーモットキャピタルっていうのは日本人の方がディレクターやられてるんですよ。日本人の女性の方で菊野さんって方かな。多分元々ユナイテッドアローズの中で働いてた方なんですかね。まあ、その方が23AW から就任されてるって感じですね。っていうか、まあこのマーモットキャピタル自体が 23AW からのブランドなんですよ。だからめちゃめちゃ新進系というか新しいブランドですね。今2シーズン目。24SS が2月末に発売ということで、まあ、すぐ買ってきたという次第でございます。はい。皆さんね、どんな服が多いんだと思ってる方も多いと思うので、はい、紹介していきましょう。こちらでございます。こんな感じでございます。まあ、パッと見で見るとアウトドアのアイテムが多いと思うんですが、簡単に言うとね、割とテックだと思います。僕の中でテックの定義って、まあ、特にそんなはっきりとは決まってないんですけれども、ぼんやりとしてるものはあって、ガチガチのアウトドアのアイテムだと、まあ、やっぱりそれってテックっていうよりはアウトドアの方によると思うんですけれども、アウトドアとストリートだったり、アウトドアとシティユースっていうのを掛け合わされてるブランドに関しては、やっぱりテック系っていう風に入るのかなって僕は思っていて、で、このマーモットキャピタルに関しては、アウトドアとストリートシーンを掛け合わせたものっていう風になっております。はい。だからまあ、こう見てると、まあ、シティユースでもちろん使えるような着やすいアイテムが多いです。アウトドアブランドって言ったらね、すっごいカラーリングしていて、まあ、あとポケットもすごいいっぱいついていて、みたいな感じのイメージもある方いらっしゃるかもしれませんが、手よりは割と、まあ、色使いとかも、なんかその、本当に蛍光色バーンとかっていうよりは、おしゃれな色使いですよね。じゃあね、買ってきたアイテムと含めてご紹介していこうと思います。よいしょ、こちらですね。こちらです。なんか、おしゃれな、はい、袋に入れていただいてます。なんか再利用できる不織布だったり、ショッパー的なもの。は僕めちゃめちゃ好きです。1点目はこちらです。スリングバッグでございます。はい、こちらが2900円でございます。税込みです。はい、でね、ブラックとライトグレーあるんですけれども、僕はねライトグレーにさせていただきました。これはねパッと見でめっちゃ欲しいなーってめっちゃ思ってたんで、もう本当にゲットできてよかったなってアイテムでございます。これで2900円っていうのが決して高くないっていうところ。スリングバッグって今めちゃめちゃ世の中に出てると思うんですよ。肩掛けで短めのスリングバッグっていうアイテム自体がまあ、世の中に結構出てると思うんですよね。その中でも、これが一番いいんじゃないかなって僕は思いました。このスリングバッグに関してなんですけれども、もともとね、この90年代から2000年代で流行っていたこのスリングバッグって形があって、なんかまあ、アウトドアブランドのアーカイブとかから、まあ、いろんなね、パーツとか合わせてそれを組み合わせて入れられてるようなアイテムとなっているみたいです。このスリングバッグで、まずね、長さが調節できるんですよね。まあ、ショルダーの長さが調節できると。で、大体普通のスリングバッグって、まあ、こうあって、ここにポケットがついてるだけって感じではあるんですけれども、ペットボトルだったりとか入れれるホルダーみたいなのが外についてるんですよね。だからここにパッて入れて、ここでキュッて縛れるみたいな、ここでキュッて締めれるみたいな、ペットボトル用タンブラー用みたいなのが2つついてるのがめっちゃおもろいなと思いました。生地に関してはね、ちょっと見えにくいかもしれませんが、リップストップの生地となっているので経年変化が出やすく、まあ、強靭な生地となっております。これ中が、13インチのラップトップパソコンだったら入るようになっていて、ちょっとその衝撃に強いようなものがこの背中に入っていて、バック部分に安全に入れるっていうね。スリングバッグでなんか安心してラップトップ入れるバッグって基本あんま僕見つけたことなくて、ここも相当いいなと思いました。しかも中にね、まだまだ結構機能が入ってるんですよ。ここにもね、ジップで、ポケットが1個ついていたりだったりとか、その隣もね、ここにあのボールペンだったりペンを差し込めるところがあったり、結構これぐらいが今ほんとちょうどいいんですよ。ラップトップ入れて、まああと何個か荷物入れてカメラ入れてみたいなのが欲しかったんですけれども、やっぱりラップトップ不安だなとか思ったりしてたんですけど、その部分の不安が解消されてるのはめちゃめちゃいいですね。実際着てみるとこんな感じですかね。つけてみると、はい、いかがでしょう。まあ、いつもテック系のアイテム使ってる人とかからしたら、相当相性はいいんじゃないかなというところで、もうこれで2万円は 100% 僕は買いだなと思いました。スリングバッグに関しては、黒は結構僕持ってるので、まあちょっとこの、斬新なライトグレーっていうお色味、あんまりこの色味自体がないなと思ったので、他では。これを買わせてもらったって感じです。これめっちゃ本当にいいですね。黒だと結構全部真っ黒なんで、ここら辺がわかりにくいんですけれども、
このタンブラーのポケットがデザインとして結構いいんですよね。だからそういう意味でもすごいいいなと思ったので、はい、こちらをね、僕は買わせていただきましたという感じでございます。本当に万人にお勧めできるアイテムだなと思います。前から見てもよくないですか、このライトグレーと黒で。なんか調整するベルトがすごいいいアクセントになってるんですよね、色味として。ぜひ、の方はこちら見てみてください。で、2点目はね、アパレルとなっております。はい。こちらです。23AW も多分同じ形のものが出てたんですけれども、パーテックスパラトルーパーパンツでございます。めちゃめちゃ変わってるアイテムなんですよ。素材はパーテックスです。言ったようにパーテックス。やっぱりパーテックス今本当にね、一番多分旬な素材というか、かなり使われる機会が多いと思います。ナイロンとかテク系のアイテムだとすごい多くて。で、23AW は違う素材感だったと思うけどな。なんかシェルっぽい素材だったんですけど、今回はそれが、もうちょっと柔らかいパーテックスですね。もう硬くないんですよ。柔らかいからとても着やすい。まあ、どちらかというと SS にかなり向いてる素材感と同じ。だからまあ今回 SS で出されたんですかね。パッと見でわかるかわかんないんですけど、膝部分にもタックが入ってるんですよ。かなり変わった、なんか段々みたいなシルエットになってるんですよね。それでいてこの太いシルエットのパンツということで、もう僕はほんとこのパンツ大好きだったんで、一応ねウエスト部分にもベルトがついてるので、はい、ベルトもいらずということで、そういうのも調整できます。で、僕はねこれ M サイズにさせてもらいました。なんか結構もともと大きいんで、全然 M で十分かなっていうところで、はい、履いていきたいと思います。いかがですか、結構良くないですか。このパンツはマジで買った方がいいですよ。テック好きだったら絶対好きだと思うんですけどね。ストンと落としてる感じなんで、これで M サイズ 176cm 普通体型が履いてますという感じでございます。形めっちゃ綺麗ですよね。内側の素材感メッシュになってるんで、履いてる感じもめっちゃ気持ちいいんですよ。最高っすよこれマジで。で、今これはストンとワイドスレートに落としてる形なんですけれども、で、これがそれにドローコードがついているんで、まあ、これをねキュキュッと引っ張ってもらうとまたバルーンっぽい形になるんですよ。今右だけちょっと絞ってて左は絞ってないです。これ本当にね、このパンツだけは絶対に欲しかったなと思ってたんで、買えてよかったですね。これ3万円しないぐらいなんで、絶対高くないですよマジで。絶対1本買っといた方がいいなというパンツですね。はい、まあ、かなり、ゆったりとしているんで、まあ、これ本当にお好みっすね。どっちが好きかっていうのは。膝部分のタックがいい味出してますよね。変わったシルエットになっております。他にねこういうシルエットってないと思いますよ。うん、かなり変わってると思う。変わった形なんですけれども、決して履きにくいわけじゃないんですよ。なぜなら太くてナイロン生地だから。今のトレンドがすごい入っているので、まあ、履きやすさもあり、他の人とこう違いもつけれるというか、その辺がめちゃめちゃいいパンツですね。ポケットに関してはフィールドパンツっぽくなってます。まあ、だからあくまでもまあミリタリーイメージというか、そんな感じですかね。激おすすめですね。これ3万弱で買えるんだったら、3万円しないで買えるんだったら本当に買っといてもいいと思うんで、むちゃくちゃいいパンツだと思ったんで、今買うなら、まあ、モッキャピタルさんのこのパンツと、このショルダーって感じですかね。はい。ぜひの方、見てみてください。はい、こんな感じですかね。いかがだったでしょうか。今日はですね、マーモットキャピタルさんというか、新ブランドの紹介をさせていただき、その購入品を買わせてもらったというような動画でした。いや、これマジで本当に、これ、こういうのがコスパいいっていうアイテムだと思うので、こういうガシガシ使えて、長く使えて、しかもなんか他の人と差もつけられて、トレンド感もあって、履きやすいみたいな、も安いっていうのがね、本当にコスパがいいアイテムだと思うんで、ぜひの方見てみてください。ね、アローズさん系に置いてあることが多いと思うので、アローズさんに、まあ、電話なり問い合わせなりしてみてください。よろしくお願いします。はい、こんな感じで僕いつも発信系動画を上げております。気になった方はチャンネル登録と高評価をネイドネイドよろしくお願いします。はい、それではまた次のでお会いいたしましょう。失礼します。もうこの最後の挨拶すると終わりだと思ってどっか行っちゃうんですよね。